ヤブカラステーク始まりました、はい、ね、今回もですね、はい、緊急事態じゃない、今はまん延防止措置か、そうなんだけどね、もう多分緊急事態になりますね、今日4月の21日でございますね、うん、今週出されるんじゃないかと、そうそうそう、いうこともありまして、もう今日も私の家からもうね、もうマスクは外せないよね、もうね、もう PR 現代さんに伺えませんからね、そうなんですよ、はい、もうまあでも我が家からでいいですかね、ちょっと手の込んだことはできないんですけどね、そうね、私の家から車でこっちにね、うん、多摩川の、川べりを見ながらこう来てるわけですけど ね、 そうですね、うん、まあ季節変わって ね、 ね、うん、いろいろ感じがいいんですけども、いや、はい、でも仕事はね、うん、なかなか、まあ、広告のお仕事とか ね、 そうね、ちょくちょくもらってるけども、うん、ちょっといただいてるんでなんとかなってますけど、まあ、なんとかね、でも全然まだ目処立たないからね、これはね、まあ、なんでしょう、こういう状況で我々の仕事っていうのはやっぱ2の次3の次ですから、それはそうなんで、変な話、うん、なくてもいいわけですよね、だってテレビってね、楽しいこと、今テレビとか芸能人見なくてもたくさんありますから、そうそうそう、まあそんなこと言っちゃったら元もないです、僕ら食べられなくなっちゃうけどね、そうそう、元もチャイルドもないです、チャイルドもないね、はい、でもみんなルーゴ聞きたいと思ってね、そう、うん、見ていただいている方も多いので、はい、今日は最近買った、今日身につけてる服、そうね、これははい、ブックオフで、はい、また見つけたんですけどもね、はい、これはプーマの薄手のパーカーでございますね、これは朝ほらトレーニングするのに、はい、そうそうそう、着たり、はい、もちろんその、ロケでも着たいななんて思って、やっぱりね、なんか変な話だけど、ああいうその古着屋さんっていうのは、はい、割と派手なものもあるんだけど、はい、地味なものの方がやっぱり多いよね、うん、そうですか、うん、だからもう一個ないから、あそうか、はい、で割とこういうカラフルなもののブランドもんっていうのは結構あります、はい、これここにあれ貼ってるんですか、クリームソーダ、これ自分で貼ったんですよね、あこれはただ取れちゃったんで、どこ貼っちゃったんだけど、そうですか、うん、取れた、マスクについてない、そう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 、これプーマなんですか、ね、そうなんだ、ここにもほらプーマって、うん、中のポロシャツはフレッドペリーじゃないですか、そう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 、これもね、ブックオフで古着で見つけて、うん、ハウマッチですか、ただこれはいくらだったら、去年のサマーだったんで、あれだけど、まあ1,200〜1,300円だと、うん、まだまだ着れますね、フレッドペリーってでも普通に買ったら高いですよね、そうそうそう、8,000円ぐらいするんじゃないですか、そうそうそう、だいたいそうなのよ、だからなんていうの、ポロとかね、はい、それからラコステとか、はい、そういうものが結構ポロシャツで出てますんで、はい、でまだ着てるじゃないかこれみたいな、で色も結構カラフルで、今日は黒ですけどね、ゆずさんでもポロシャツの下にインナー着ますよね、インナー着る、ユニクロですか、ユニクロ、エアリズムシームレスでしょ、うん、ラインが響かないって、そう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 、あれも安くなりましたよね、もうとにかくインナーが安いよね、だって昔、うん、5,000円以上出して買ってましたね、そうそうそう、ねこのぐらいのね、要するに汗をね、うん、吸い取ってもらう5,000円じゃ効かなかったよ、ユニクロ出す前はね、 1枚ね、はい、8,000円とかいうのがあったね、そうです、それがね渋谷のね西武で買ったのかな、デパートでね、うん、でもそういうところでしかなかったですもんね、なかったからね、10年ぐらい前、うんうん、そうそう、7、8年前から、で僕は買えないから、うん、その時はやっぱ素肌で着てましたよ、ああそうか、今でこそでも素肌で着ると、ね、買いましたけど、暑い日なんてのは、はい、いやひっついちゃったり、それからあと脱ごうとすると、はい、脱ぎにくいよね、あれでもね、当時やっぱカッコつけてるから、うん、ちょっとこう素肌で着て、左足に見て、分かる分かる分かる、2つぐらいボタン、うん、開けて、ちょっと今考えて気持ち悪いんですよ、うん、そういうのもね、だからね、昔のファッションとかね、はい、やっぱり若かりしきってのはちょっとこうカッコつけたりするじゃん、そうなんですよ、うん、で後で見てみると、うん、笑っちゃうよね、恥ずかしい、ダサくてダサなんだこんなカッコつけた、ほら人とコミュニケーション取るのも、そうそうそう、ちょっと、ね、相手から来てくれないと、おうおう、俺から話さないですよ、ね、そう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 、ちょっとね気取ったりね、ちょっと突っ張ってたところ、僕もそうだったから、うん、もう本当今の自分に
今昔の自分に言いたいですよ、うん、早くやめなさいそういうことをね。そうそうそう、本当にだからなんかもうね、はい、私もエイジを取ったなとは思うのよ。だから非常にこう全て許せちゃう。そうですね、うん、だからすごいこう今はあのオールドギー古着に凝ってますね、うん、凝ってますよね。あのね、もちろんね GU だとかユニクロとか、はい、そういうのはあのいつも私はチェックしてるんですけども、はい、あのちょっと時間があるとあの今ねこの、うん、こういうこと言われあれなんだコロナ禍じゃない、はい、だから時間がかなりあるじゃない、はい、だからついねあの古着屋行っちゃうんだよね、 なんかね、退屈だとね。そうそうそう、あなたもあれでしょ、うん、ユニクロとか行っちゃうんでしょ。この間ね、ル、うん、さん、いや、自由が丘にユニクロなくなっちゃって、あそうそうそう困ってんですよって言った、うん、翌日、うん、ネクストデイ、うん、なんと、ユニクロ自由が丘店がまたね、できたんです。場所、違うところに。うん、もう、もっとね、うん、駅のね、南口よかったじゃん。30秒で南口から行けるところに。うん、なんでそれ発見したの。いや、あのアプリで連絡が来るんですよ、うん、あの自由が丘店をマイショップっていうのを登録してたから、うん、そしたらじゃあそれクローズになりましたって連絡があったんだ、うん、そうです。でそれから少し経ったらまた改めてっていう知らせがあった、はい、そうなんですよ。オーマイガー、4月の16日から行ったの。まだ行ってない。行ってないの。今日この後行こうかなと思って、あのお天気もいいんで散歩があってら。なるほど。ちょっとね、うん、いや嬉しかったですね。だってあなたがここから自由が丘まで、はい、テイクアウォークしながら、そうなんです、あの行ってんでしょ。25分ぐらいかかって、うんうん、往復だから1時間ぐらいあるんで、ね、いい運動になりますよね、うん、結構年ですからね私、うん、いやいや年っていくつなの。リアルは49で、うん、交渉は74って言ってますけど、うん、リアルはもう49歳なんで。まだ49なんてまだひよこじゃない。いやだってでも昔50歳って聞いたら確かにね、うわおじさんだなと思わなかったですか。 もちろんそうですよ。私がまだチャイルドの頃50歳って言ったらね、うん、もうおじいさんだな。そうですよ、うん、おじいさんっていうかまあうーんそうね、おじいさんだな。おじいさんですよ、うん、もうだってでもバルブながらだったら死んでますよ。そりゃそうなんだ、うん、人間50年って言ってますよ。50年だから石原裕次郎さんも52で亡くなったからね。もうとにかくね、私が本当の年は67なんですけど、はいはい、言ってるのは94つってるんですけど、ね、交渉94交渉。ただね、はい、やっぱり自分は若いと思ってても、はい、ああちょっと年取ったなとか、うん、どっこいしょとかね、はいはい、ちょっと手すりに触ったりとか、はいはい、足腰毎日鍛えてるんだけど、はい、やっぱりねリトルビットね、うん、ウィークになってますよ。ありますよ。僕も感じますもん。ね、ああ、だから、はい、まあそうやってね、とにかくあと半目に生きられるかどうかはエブリバーでわからないけども、まあね、まあとにかくね健康には気をつけて。はい、あじゃあ行ってらっしゃいよ今日は。そうなんです今日はね。ユニクロ。午後から行こうと思います。うん、今午前中今11時5分ぐらいです。うん、そうですね、はい。はい。ということでございまして。はい。じゃあ来週ルーさん、うん、我々交渉94と74、うんうん、リアルでは67と49、うん、まあでも皆さんから、はい、その年齢には見えませんと言われますよね。そうね、一応ね、まあ、67って言ったら67って言ったら、はい、59ぐらいかなと思ったとか。そうそう、50代の後半とかね、うんうん、10個ぐらいでは若く見られることになりますね。そうそうそう、私もまあ、手前味噌ですけど、うん、そういうふうに見られる。あなたってだってもう、はい、20代ぐらいに見られるんじゃないの。いや20代、まあ、マスクしてるからちょっとあれですけど。いや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 、まあだから来週はちょっとその、はい、なんでしょう、若さの、うん、秘訣、まあ、秘訣っていうか秘訣はないんですけど、まあ、秘訣、何をしてるかとか、うん、っていう話をちょっとしたい。わかりました。はい、それでは See you。チャンネル登録 Please。 ネクスト動画も Together しようぜ。